ザ。こんにちは。さあ、はい、デイリープロ野球ニュースということで。それずっと続けるの？1から5が終われば1から5、あ、そうなの。2、おめでとうございます。何？筒香選手の活躍です。今日は、はい、筒香選手、ああ、よかったな。よかったですよ。まあ、前の動画でね、もう日本に帰ってきて、頑張れっていうふうに言ったんだけど、はい、まあ、パイレーツがね、そうです。救いの手を差し伸べたというか、はい、まあ、打てないから、うん、ね、筒香来てくれと、はい、いう、まだ、筒香の商品価値が、はい、あったね。いや、そうですよ。いや、だからよかったね。はい、で、現段階、現時点での成績なんですけれども、移籍後、18打数6安打、うん、打率が3割3分3厘で、うん、そのうち、長打が5本、これはホームラン3本とツーベース2本ということで、筒香のいいところってさ、はい、まあ、日本では長打だったと思うけど、はい、やっぱり率を残せるバッターなんだよ、うん、日本でも3割打てって言ったら確実に3割打つバッターなんだよね、はい。ただその自分の中でも要求されることでも、はい、やっぱホームランっていう要求が強かったから、うん、まあ振ってたけどね。でメジャーではなかなかね、はい、まあ、大谷みたいにはいかないと思うけど、うん、でもある程度こう長打も出て、はい、まあ、3割3分3厘打ってるっていうことは、うん、まあ、すごく自分の中ではストレスを感じず、はい、気持ちよくやってるような、そんな感じはするよね。そうですよね。これなんかご本人がどうしてこう移籍後こういうふうに成績がいいのかっていうふうにちょっとコメントしてるんですけれども、その技術的には大きく変えていません、うん、でマイナーリーグを経験したことで自分の中ではいろいろありますけれども、自分がどういうプレーができるのかっていうのをまず自分に期待していますという感じで、そのマイナーリーグでのその経験っていうものもなんかこういろいろなんかこう、まあ、そうだね、マイナーっていうのはさ、はい、向こうのマイナーって本当に厳しくて、はい、で量もないでしょ、はい、だから少ない給料の中で自分でやりくりしながら、まあ、時としてバイトもし、はい、まあ、やってる選手もたくさんいるんだよね、うん、で、まあ、そういうなんていうのこう姿を見たんじゃないのかなと思うよね、うん、必死に野球をやろう、食らいついていこう、はい、まあ、そういうのを目の当たりにしてさ、やっぱこう自分も初心に帰れることができたんじゃないかなと思うよね、うん、で、まあ、メジャーと契約をしてて上にいるとさ、はい、その給料に対しての責任もあるし、やらないとクビになるっていうこともあるし、はい、なんか切羽詰まってたと思うんだよね。もう本当にもう最後の最後のチャンスかなぐらい。あ、もう最後のチャンスだろうね、うん。いや、だから、まあ、でもここで成績を残せば、パイレーツで残せば、またちょっと形は違ってくると思うけども、はい、でも、マイナー行って、そういうひたむきな、まあ、若い子だとか、はい、いろんなことを見て、すごく初心に帰れる、なんか素直になれる自分が、はい、多分あったんだと思うんですね。だからもう、とにかくメジャーでできるんだったら、もう自分の持ってるすべてを、はい、出そうみたいな。だからお金とかそういうとかじゃなくて、もうプライドとかじゃなくて、はい、できることをやろうという、うん、まあ、それがもうプライドに変わったんじゃないのですか、ね、今まではもうやらなきゃいけない、うん、ね、筒香っていうものを一生懸命表現しなきゃいけないっていう、いうことばっかりだったと思うんだけど、はい、だけど今はそうだな、もう野球少年のような、はい、もう本当にこう純粋にまあ、できてるんじゃないかなっては思うけどね、うん、あとはあれですかね、そのパイレーツっていう、まあ、環境が変わったことで、うん、なんかきっかけというか、まあさ、はい、引っ越しとかさ、はい、方角気にする？気にします。だよな、はい、まあ、そういうのと一緒で、はい、なんかあんじゃないの、やっぱり西海岸はダメだったけど東は良かったとかさ。そうですよ、一応中地区ですけど、 より東だもんな、東に行くとか言ってるので、だからあっちの方が気候的にも水も合うというかさ、あ、まあ、そんな感じもあるんじゃないのかなと思うよ。あ、やっぱね、入る球団によって、はい、こうスーッと溶け込みやすい球団もあれば、うん、まあ、そうじゃない球団もあるだろうね、はい、だからそういった意味ではいいチームに入ったのかもわからないよ。
そうですね、あと豊さん、その筒香選手が、ね、あのまだ DeNA にいた時にコーチもされてましたけど、その例えばこう自分の成績あんまり良くないとかそういう時って筒香選手どういうふうにこうなんて言うんでしょう、対処していく選手。筒香はね、ほっといても大丈夫な選手なんだ。あ、そうなんですね、ただ寂しがり屋だから。そうなんですか。だから声をかけてやるとか、まあそういうことはしたけども、だけど、まあある程度こう実績が上がってきてね、まあ不動の4番を打つようになって、まあほっといてももう大丈夫だったよね、日本では。まあ随分やっぱ寂しい思いはしてんじゃないの、向こうで。そうかもしれないですね、やっぱり言葉の壁とかもきっとね、コミュニケーションとかもあるでしょうし、だからまあそういう意味ではパイレーツっていうのは居心地がいいのかもわかんないよね。そうです。でまた成績を上げるとさ、居心地が良くなるからね。あ、それにくっついて付随してくるってことですか。やっぱ選手も声をかけやすくなるしさ、はい、周りの選手がね、だって前だと何にも成績上がらないのにさ、俺ここにいていいのかなとかさ、だから負い目を感じるんだよね。だからそういう負い目もないだろうし今はね、はい、だからまあ良かったとは思うけど、でも俺は日本で待ってる。まだまだそういう気持ちはあるんですね。まだ本来の都合の姿ではないし、と思うけどね、俺は。そうか。でもこの成績で今シーズン行けばまた来季パイレーツと、ああもちろん、まあ、っていうのはあります。どういう、ね、パイレーツと契約になってるか分からないんですけど、まあ もちろんパイレーツも必要とするだろうね。そうですよね、もしくは例えば他球団が筒香選手欲しいみたいな感じで、まあ可能性はあるよね。あるですね。そうすると日本に帰ってくるのは遠くなりますけど、ね、まあ確かにな、まあだけど彼が選んだ人生だから、それは応援するけどもね、まあだけど、まあ日本でやった方がより輝くよね、あの今よりかなっていうことで、ね、でも人生ということを考えた時にさ、やっぱ筒香はいい勉強してるだろうなって思うね。例えばどんな勉強ですか。いや、だってああいう環境に一人で身を置いてさ、まあやったりだとか、はい、まあメジャーのいいところ悪いところ、まあそういうところも見てるだろうし、それはもう日本でもそういうふうに、はい、感じてたと思うけどね、いいところ悪いところって。でやっぱ経験に勝るものはないじゃない。だからそれを日本に帰ってきて、まあ、選手たちにいいように伝えてくれれば、まあ、いいとは思うけどさ。だから本当にいい勉強をしてると思う。だからこう尻尾巻いてさ帰ってくるようなことを最初もしなかったし、まあ、2回目はさすがにと思ったけど、でもそこで頑張ろうとする、また拾ってくれる球団があったという、まあ、それも筒香の運だとは思うしね。でマイナーに落ちてもさ、腐らずやってるからああいう成績を残せたと思うしね、残せてると思うし、だから、まあ、マークもね打てば打つほど厳しくはなってくると思うけど、だけどそれを乗り越えてね、まあ、頑張ってほしいと思うしね。そうですね、まあ、メジャーもね今シーズンもうだんだん日数減ってきてますけれども、このまま活躍してパイレーツで、なんかいい成績残して来季にっていう風につなげてほしいですね。まあそうだね、まあだからスタートが良かったっていうことがさ、はい、まあ良かったよな。また行ってヒットが何打席も出ねえよって言うんじゃさ、でもポンポンとホームランも出ちゃったしさ、だからすごくああ良かったなっていうニュースが飛び込んできたよね。本当そうですよね、ファンはほっとしましたよね。大谷大谷って言われてるけどさ、まあ陰には大谷おじさんなんだけど、まあ筒香もね、活躍したら追っかけなきゃいけなくなるしさ。いやそうですよ、だからね、豊さんがもう追っかけるのが忙しくなるぐらい、頑張ってほしいですよね。いや本当だよな。まあ横浜ファンは、待ってた可能性が強いよね。もう帰ってくる今回はもう帰ってくるみたいな、ロッカー開けろみたいな思ってたでしょうね。もう掃除しておけみたいな。そう、そこのロッカーはあ当分まだいらないんだってパタって閉められましたよ。そうだな、だけどまあまあ良かったよ、本当に。筒香のね泣いてる姿っていうのは、まあ覚えてるけどね、まあ打てなくてさ悔しくてさ、まあ若い頃ね、まあそういう姿もこう思い浮かべながら、
まあ、あいつアメリカで泣いてんのかなとかさ、心配することはあったけど、はい、まあ、最近は笑って、多分ステーキバカバカ食ってると思う。食べてますかね。食べてる食べてる。気持ちよく気分よく。気分よく。あいつは食べるからね。そんな食べる、やっぱ食べます。食べてある。うん、だから、うん、まあ良かったよな。一安心ですね。豊さんもなんか気持ち半分ですね。帰ってきてほしい気持ちもあるけど、やっぱり頑張ってほしい。いやいや、基本は、うん、基本はやってほしいよ、向こうで。はい。だから偉かったなって思うし、うん、でも今度はやっぱこっちから手を差し伸べてあげたら帰りやすいかなと思って、はい。言ったんだけど、うん、でも向こうに残るって、ああ偉いなと思ったもん。そうですね。うん。だって。帰ってくんなよって言ったら、なんか帰れなくなったら困るじゃない。それでね、向こうがね、こう帰りづらくなっちゃってもっていう、うん、でもまあ俺の言うことなんかさ、まあだからもうちょっとしたことだろうけどもさ、でも誰かがもう帰ってこいよ、いいよいいよ、もうお前一生懸命やったよって言ったらさ、帰ってきやすくなるじゃない。まあ、うん、お前向こう行ったんだろ、お前絶対やってこい、帰ってこいよって言ったらさ、はい、なんかちょっとかわいそうやん、プレッシャーになるじゃん。でも自分で向こうに残るという決断をしね、うん、やっぱこう成績を残せたっていうのは、うん、やっぱまあ森内がさっき言ってくれたように、はい、まあ、ファームでね、うん、まあなんかこう目が覚めたみたいな、うん、まあそれも一つの勉強だしさ、人生の、はい、だからまあ筒子はいい勉強してるなと思うよね。はいはい。いや、我々も追っかけていきましょうね、筒子選手。追っかけられない少々の成績じゃ追っかけないからね。まあそうです、大谷選手はちょっと別格になっちゃいますけどね。まあ別格あるよね、はい、はい、このままね、ちょっといい率で今シーズン、そうだね、お締めくくってほしいなというふうに思います。はい、はい。